スピリッツドアラチャンネル、バンテリンドーム名古屋からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、中日ドラゴンズ対広島東洋カープの22回戦です。解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、やはり連勝中というのはチーム内の雰囲気も良くなるんでしょうね。そうですね、もう本当に非常に明るい雰囲気で、野球ができるという感じですかね。なるほど。まずはドラゴンズの先発小笠原がバンテリンドーム名古屋のマウンドに上がります。さあ、カープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。小宮山さん、まずは先制点をどちらのチームが取っていくのかというところ注目ですよね。そうですね、本当に先制するかしないか大違いですからね。先制点が欲しい両チームの攻防です。初球打ち、ここは打ち上げています。木下が抑えています。ワンアウト。さあ、バッターは菊池。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球わずかに外れてボール。アウトロー見送ってボール。ボール先行です。これはバットが泳ぎます。アウトコース、ツーストライクツーボールと追い込んでいます。打ちました。ボテボテ、ショート前に来る前に来る。アウト、ツーアウト。バッターボックスは3番西川。ツーアウト、ランナーありません。先発ピッチャー小笠原、そしてキャッチャーは木下。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。緩いボール空振り、得意のボールでストライクを取りました。真ん中打ちました。これはどうか、一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ三者凡退です。1回の裏ドラゴンズの攻撃です。ドラゴンズはご覧のようなオーダーとなっています。一方守りますカープはご覧のような守備陣です。カープマウンドに上がるのは先発の森下。さあ、ドラゴンズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。2球目打ちました。ここはフライになっています。田中抑えてワンアウト。バッターは2番に入っている岡林。今シーズンここまでホームランは4本。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。今日の先発ピッチャーは森下、ここまで8勝をマークしています。これが初球。ファウルになります。
アウトコース外れました。低めはボール。ちょっと合わないようです。2ボール2ストライクです。内へ低めに変化しました。3ボール2ストライク。打ちました。高いバウンド、一塁送球、ツーアウトになりました。バッターボックス大島、ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。低めに外れてボール、ボール先行です。よく見ましたね。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ストライクが入りません。これが4球目。高めのボール打ち上げた。キャッチャーが構えます。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。2回の表カープの攻撃、バッターボックスマクブルーム。今シーズンここまでホームランは8本。さてドラゴンズの先発は小笠原、ここまで22試合に登板して8勝4敗という成績。前回の登板は7イニング投げて勝敗はつきませんでした。よく見ましたね。ボール先行です。改めてお聞きします。バッターボックスのマクブルーム、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ引っ張らせると怖いバッターですね。私なら外中心で攻めますね。なるほど、そうですか。さあ4球目は何か。いいところへ決まります。2ボール2ストライクです。変化球で空振りを取ります。ワンアウトです。打順は5番松山、小笠原、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。ボールになります。高め打ちました。切れていきます。ファウル。打ちました。ピッチャーが取る。アウト、ツーアウト。バッターは中村、2試合当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。
初球は何で来るか。初球ボール、ボールになります。ボール先行です。ボールになります。インサイド落ちました。大きな打球になった。さあどうだ。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。さあそして打席には田中が入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど、そうですよね。まずはボールから入りました。バッターボックスの田中、今シーズンの得点圏打率は1割8分7厘となっています。ファウルになります。低め見ました。ボールです。3ボールになりました。インサイド、この打球はフライになっています。大島が掴んで3アウトです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0同点です。2回裏に入ります。さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。バッターはビシエド。昨日のゲームでホームランを含むマルチ安打を記録しています。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。ええ、さあこの調子を維持していけるか。ドラゴンズ0対0で迎える2回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスを作っていきたいところですよね。そうですね、やはりまずは先制点だと思うので、ここは塁に出たいですよね。そうですね。ボールになります。ワンボールツーストライク。三振です。ワンアウトです。バッターは注目のルーキー鵜飼、森下。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球変化球空振りです。際どかったですよね。打ちました。高く上がりました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。
打順は6番木下。昨日のゲームではマルチ安打を記録しています。2アウトになっています。ファウルになります。ストレート外れました。インコースに持っていきました。ワンボールツーストライクです。際どいですね。よく選びましたよね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。平行カウント、引っ張った。これはサードライナー。この回ドラゴンズ三者凡退です。2回終わって0対0同点です。小宮山さん、ここまで両ピッチャーともに素晴らしい立ち上がりなんですが、いかがでしょうか。まあそうですね、言うことないというぐらいの出来じゃないですかね。そうですよね。小宮山さんからお墨付きをいただきました。最初は変化球できました。ボールになります。変化球ボールになります。ボール先行です。これは低いところに持ってきました。ストライクが入りません。直球ストライク、スリーボールワンストライクです。インコース決まりました。スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。引っ張った。サードが取る。一塁送球します。アウト、ワンアウト。ピッチャーに打順が回って先発の森下がバッターボックスです。まあ、ここは相手がピッチャーでも気を抜かずきっちりアウトを取らないといけませんね。そうですね。インコース詰まりました。取ってツーアウトです。打順は1番に帰ります。バッター野間、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。インサイド見送っています。ここはしっかり抑えたいですね。彼は塁に出すと手がつけられませんからね。はい、そうですね。インコース決めてきた。ボールになります。取りました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ3人で攻撃を終えています。0対0同点です。3回の裏
赤星さん、早めに両チーム点を取りたいところだと思うんですが、いかがですか？まあそうですね、やっぱり先に主導権を握っておきたいですからね。そうですよね。そのあたりどちらが流れをつかむんでしょうか。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。インコース打ちました。ここもファールです。よく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。見逃し三振、ワンアウトです。バッターボックスは8番福田。昨日は見事なホームランを放ちました。ホームランが出たということは状態がいいんでしょうね。そうですね。さあここも期待がかかります。森下、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。高めのボール、このフライはヒットになりそうだ。レフトが取りました。ツーアウトです。次はピッチャーの打順ですが、先発の小笠原が打席に入ります。塁に出てやろうという気持ちで打席に立ってほしいですね。そうですね。まず何を投げてくるか。初球打ち、わずかに左に切れました。ファールボール。ボールになります。次が3球目。アウトロー、空振り、ワンボールツーストライク。打ちました。菊池、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。3回終了、0対0同点です。回は4回の表、カープの攻撃。バッターボックス菊池、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で4回を迎えています。ストライクゾーンのボールは打ってきますよ。なるほど。さあどう来るか。3球目は何で来るか。引っ張った、高いバウンド、ショート前に来る。一塁へ送ります。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあ一塁には先制のランナー、バッターボックスには西川、そして一塁ランナーは菊池。ここは盗塁もありえますね。どう動いてくるでしょうか。いきなり牽制、セーフ。初球は何から入ってくるか。バントしました。小笠原、アウト、ワンアウトです。送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。さあまず1球目、初球フルスイングですが空振りです。バッターのマクブルーム、今シーズン得点圏での打率は2割5分となっています。緩いボール、しっかりと見極めました。このピンチ、空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ランナーは変わらず二塁です。
形で攻撃の流れを切っていきたいですよね。まあただ次のバッターが彼なんでね、ここは気合を入れ直すくらいの気持ちでいかないといけませんね。その警戒すべき松山が打席に入っています。これが2球目、外の低め見極めます。牽制します。タッチもセーフ。ストレート打った、高いバウンドになった。一塁送球、一塁アウトでスリーアウト。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。先制のチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。京田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ドラゴンズ得点に動きはありません。0対0で迎える4回の攻撃です。さあゲームは両ピッチャーの好投でまだ得点が入っていません。赤星さん、緊迫したゲーム展開なんですが、こういった時のバッターの心理状態はどんなものなんでしょうか。やはり1点を先にどうやって取るかという意味でも、とにかくどうやって塁に出るか、どのボールを狙うのかを考えていると思いますね。そんなバッティングができるんでしょうか。高め見送っています。さあ仕留められるか。際どいコースには投げ込んでいます。3ボール2ストライクです。打ちました、流しました、詰まりながらもレフトへ。レフトが取りました、ワンアウトです。打順は2番岡林、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。切れていきます、ファウル。空振り、ノーボール2ストライクです。この球は外れています。見逃して三振になります。2アウトになりました。初球ボール、さあ2球目は何か。ストライクになります。さてバッターの大島、バッターとしてはどういう特徴がありますか。圧倒的な走力と小技のうまさ、彼のセーフティーバントはなかなか防げないですね。そうですか。次が4球目、高め空振りです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。インコースボール、3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。
6球目は何で来るか。空振り三振、スリーアウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。4回終了0対0、ドラゴンズここまでヒットが出ていません。小宮山さん、ここまでお互い譲らず投手戦となってますね。そうですね、個人的にはこういう試合が大好きなんですけど、見てる人はちょっと退屈かもしれないですね。突破口を見出すことができるんでしょうか。外を狙っていきました。ノーボールツーストライク。外への変化球外れました。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。最初は変化球できました。外低めのボール、このフライは切れそうだ。切りました、ファールボールです。アウトロー外れます。アウトローを見送ってボール、スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。打ちました、打ち上げた、ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでツーアウトです。バッターボックス石原、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ツーアウトになっています。さてこのところのカープですが、ここまで4連敗、連敗脱出はなるのでしょうか。次が2球目、チェンジアップ外れました。この球は外れています。4球目は何で来るか。変化球タイミング合いません。2ストライク2ボールと追い込んでいます。チェンジアップは入りません。フルカウントです。さあこれで決まるのか。引っ張った、これはどうだ、三遊間抜ける、これで4試合連続安打、ツーアウトランナー一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。さあ先制のランナーを一塁に背負います。そしてバッターはピッチャーの森下、まあ、素晴らしいピッチングを続けてますから、ここは打ちました、ショート取った、一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。0対0、両チームまだ無得点です。赤星さん、バッターも2巡目に入ってきているわけですが、まだあまりタイミングが合っていないように見えます。いかがですか。まあそうですね、ただ今日のピッチャーの調子だとなかなか打つのは難しそうですね。そうですね、それほど今日のピッチャー調子がいいようです。
改めてお聞きしますが、バッターのビシエド、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。そうですね、まあ状況によって打ち方も変わるとは思いますけど、本来はボールをしっかり叩いて遠くに飛ばそうとするバッターですよね。そうですか。これが3球目。ちょっとタイミングが合っていません。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。際どいコース外れました。平行カウント、打ちました。切れていきます。ファウル。高めのボール打ちました。弾き返した打球は左中間へ。バッターボックスには5番鵜飼。先ほどの打席はファールフライに倒れています。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球はボールになりました。2球目は何で来るか。真ん中へ。さあ3球目は何か。ボールになります。これが4球目。打ちました。ここは打ち上げています。ピッチャーが構えます。森下が掴んで2アウト。バッターボックスには6番木下。先ほどの打席はサードライナーに倒れています。2アウトになっています。初球ボール。変化球タイミング合いません。切れていきます。ファウル。引っ張った。西川、一塁へ。一塁アウトで3アウトチェンジです。この回ドラゴンズ三者凡退です。5回終わって0対0。ドラゴンズここまでヒットが出ていません。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。2回の表、このピンチの場面、外野フライに打ち取ります。先制のピンチをしのぎます。4回の表、ピンチの場面だったんですが、しかしバットには当てさせません。両チーム無得点のまま回が進みます。ランナー2塁のピンチだったんですが、ここはしのぎます。なかなかゲームが動きません。今日はボールが多く苦しいピッチング、球種の割合はご覧の通りです。バンテリンドーム名古屋からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。カープ打順よく1番から始まります。バッターは野間。先ほどの初球打ち、レフトライナー掴んでまずワンアウトです。バッターボックスには2番菊池。まあ、ここはさっき打たれたカーブの使い方には注意したいですね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。
はバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ何を先打ちました。これはどうか。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁となりました。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは西川、そして塁上には菊池。走ってくる可能性もあるので警戒はしておきたいですね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。初球は空振りです。ちょっと浮きましたね。低め中心でゴロを狙いたいですね。なるほど、そうですか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。ランナーここはスタート切りません。ここは決め球を厳しいコースに引っ張った。これはどうだ。ファーストの横抜けました。これで3試合連続安打。ワンアウトランナー二塁一塁。ここはうまく引っ張られてしまいました。いいバッティングされましたね。打席には4番バッターマクブルーム。ドラゴンズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんでここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。さあ先制のランナーを背負ったこの場面です。これが2球目。これは見送っただけになりました。すぐに追い込みました。チェンジアップを見極めます。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせたいので低めに沈むようなボールが有効でしょうね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。次が5球目。このピンチ見逃しで三振を奪いました。ツーアウトになっています。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振でツーアウトです。ここは絶対気を抜けない場面ですからね。さあそしてバッターボックスには松山が入っています。チャンスに強いバッターですからちょっと怖いですね。さあ2アウトにはなりましたが得点圏にはランナーが残っています。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたからここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスの松山、今シーズンの得点圏打率は2割7分7厘となっています。この球は見送ります。おっとどうだ。右に切れてファウル。これが6球目。アウトコースはこれは外れた。2球で追い込んだんですが決めきれずフルカウントまで来ました。インサイド打った。ショートの左抜けた。セカンドランナー帰れば先制。セカンドランナーホームイン。カープ先に点を取りました。1対0ドラゴンズ。なおも二塁一塁のピンチ。ここは抑えておきたかったんですがタイムリーを打たれてしまいました。もう少し慎重に行きたかったですね。この1打で先制点を奪われました。ここで離されたくはないですね。さあこの場面でバッターボックスには6番の中村が入っています。これは見送ってボール。
ファウルです。空振り。ここはランナーを返させません。この回点は取られましたが、ここで食い止めました。配球表をご覧いただいています。今日はストレート変化球ともにバランスよく投げています。6回の裏、7番から始まるドラゴンズの攻撃。高橋がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は見逃し三振に倒れています。前の打席見逃しての三振は引っ張った。これは破っていった。ライン際入った。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。そしてこれが今シーズン20本目のツーベースヒットということになりました。ここはうまく打ち返していきました。ツーベースヒットを放っています。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターボックスには代打のマルティネス。赤星さん、一打同点という場面で起用してきました。そうですね、ここは起用に応えるためにも同点にしておきたいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。まずはボールから入りました。振りません。ストライク。チェンジアップを見極めます。インコース低めのストライク。さあ追い込みました。インコースの変化球見ています。これでフルカウント。インサイド打った。セカンド正面。一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。さあバッターボックスには先発の小笠原が入ります。代打で点を取りに行きたいところではありますよね。そうですね。さあ一打同点という場面を迎えています。やはりピンチになると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。高め打った。高いバウンド。サードが抑えた。一塁アウト。ランナー三塁はそのままです。さあそして打席には強打が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあドラゴンズとしてはここで追いついておきたいところですよね。なるほど、そうですよね。バッターの強打、今シーズン得点圏。左中間へ。ここはフライになっています。掴んで3アウト。追いつくことはできませんでした。さあ先ほどのシーンリプレイでご覧いただきましょう。同点のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。6回終わって1対0、カープが1点をリードしています。これから7回、ドラゴンズに選手の交代がありました。小宮山さん、ここは7回も続投、我慢のピッチングが続いてますね。まあそうですね、これはねベンチも相当やっぱ期待してるんだと思います。そんな期待を感じる続投という形になります。さあ2球目は何か。ファウルになります。改めてお聞きします、この田中どういうバッターなんでしょうか。いや、やりにくいバッターですよ。普通なら手を出してしまうボール気味の球も見極めてきますからね。ああそうですか。
め外れました。低めはボール、スリーボールツーストライク。打ちました。これもファウル。インコース詰まりました。ここはフライになっています。取ってワンアウトです。打席には8番バッター石原。前の打席はチェンジアップをうまく打たれましたから、今度はその使い方は工夫したいですね。そうですね。そういったポイントを抑えた配球になってくるかどうか。インサイド落ちました。この当たりはどうか。ライトが取りました。ツーアウトです。ピッチャーに打順が回って、先発の森下がバッターボックスに入ります。まだ失点してないですし、完封を狙うのかもしれませんね。そうですね。チェンジアップ外れました。これはバットが泳ぎます。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。変化球わずかに外れました。5球目は何で来るか。ボールになります。スリーボールツーストライクです。引っ張った、取りました。一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。1対0、カープが1点をリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ドラゴンズの攻撃に入ります。これが1球目。最初は変化球できました。次が2球目。少し変化しました。ストライクです。緩いボールできました。アウトコース打ちました。この打球はフライになっています。西川が抑えています。ワンアウト。バッターボックス大島、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけませんよね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。アウトコースは外れます。ボール先行です。いいストレートですよね。はい、低めストレート、空振りでストライク。147キロ。
なかなかタイミング合いません。2ボール2ストライクです。見逃して三振です。2アウトになっています。打順は4番ビシエド。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。2アウトランナーありません。最初は変化球できました。膝元をつきましたが外れました。ボール先行です。この高めは外れます。ストライクが入りません。低め、3ボール1ストライクです。カウントになっています。打ちました。これはどうか。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。7回終わって1対0、1点リードはカープです。これから8回カープの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。この野間、ここのところ5試合で打率が2割を切っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。そうですよね。少し体の開きが早くなってタイミングがおかしくなってきているように思いますね。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。低めストレート、ストライク、146キロ。次が3球目、ボールになります。2ボール2ストライクです。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは2番菊池。先ほどの打席は内野安打でした。ワンアウトランナーなし、ファウルになります。ボールカウントはワンストライクです。3球目は何で来るか。わずかに入りません。さあ4球目は何か。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打ちました。大きな打球になった。さあどうだ。センター左へのヒット。バッターランナーは二塁まで進みました。ここはうまく打ち返されてツーベースヒットになりました。
ター、そしてバッターボックスには西川が入っています。さあ追加点は許したくないところ。ここで離されると難しくなってきますから、中期のピッチングで切り抜けてほしいですね。なるほど、そうですね。バッターボックスの西川、今シーズンの得点圏打率は2割6分2厘となっています。低めを2球続けました。見送っています。ボール。次が4球目。狙いは良かったと思いますね。高めの釣り球でしたが振りません。外れています。これで3ボール。まあここはバッターが打ち気かどうかの見極めがポイントですね。なるほど、そうですか。左に切れてファウル。ここは投げ勝ちました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ランナー二塁は変わりません。バッターボックスには代打の林。小宮山さん、乗り切りたいですね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。いいコースへ投げ込んでいきます。高めに来た変化球ですが空振りです。ストライクを先行させていきます。追い込みました。ボール。4球目は何で来るか。低め見ました。ボールです。このピンチ空振り三振に切って取りました。1点ビハインドの場面、ここは守りきりました。8回の裏に入りました。追いかけるドラゴンズの攻撃。5番バッター鵜飼、先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ドラゴンズ1点ビハインドで迎える8回の攻撃です。さあ赤星さん、先頭バッターとしての役割を果たしたいところだと思うんですが、いかがでしょう。まあもちろんそうですね。バッターとしてはどんな形でもいいので塁に出ることを考えていると思います。なるほど、さあどういった形で攻めていけるか。タイミングが合いません。あっという間に2ストライクです。見送っています。この当たりはどうか。センターが取りました。6番バッター木下、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。森下、まずは先頭バッターを打ち取っています。最初は変化球できました。際どいコースに送っています。ボール先行です。こ
ここは狙いを定めて思い切り振っていくカウントですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。空振り147キロ。中への変化球外れました。入りました。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。見逃し三振、ツーアウトになりました。バッターは7番高橋、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここは同じ鉄は踏みたくないところ。これはデッドボールということになります。さあここでドラゴンズダイソーを送ります。ファーストランナーはブライト、長打でランナーが帰れば同点です。まず内をついてきました。スピードボールを持っています。一塁ランナーはそのままです。一塁牽制、一塁はセーフ。赤星さん、ここは走ってこないんでしょうか。いや、まだ分かりませんね。配球を読んでるのかもしれませんね。変化球を投げてきそうなタイミングを待っているのかもしれませんね。なるほど、そうですか。ファーストランナースタート、二塁タッチアウト、盗塁失敗、これで3アウト。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。8回終わって1対0、1点リードはカープです。これから9回カープの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号26石森が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。初球ボール、セカンドが取る、アウト、ワンアウト。バッターボックスは6番中村、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもしっかり抑えたいですね。そうですね。ワンアウトランナーありません。低めの際どいところですが外れています。ボールになります。これが4球目。素晴らしいコントロールですね。はい、低めのストレート、ストライク、ツーストライク、ツーボールと追い込んでいます。見逃して三振になります。バッターボックスには代打の末金。小宮山さん、ここで点差を広げられるわけにはいきませんよね。まあここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。
これが初球。高めのボール、これはスタンドへ入りそうです。切れました、ファールボール。ノーボール、ツーストライクです。これが3球目。アウトコース打ちました。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。1対0、1点リードはカープです。9回の裏、カープが守りを固めます。そのまま入りレフト、レフトの松山。赤星さん、まあ当然意地の一発は狙ってるでしょうね。そうですね、ここまで来るとランナーを貯めようというよりもなんとか1点返そうという気持ちになってくると思いますからね。そうですよね、そんな展開になるんでしょうか。初球わずかに外れてボール。2球目は何で来るか。タイミングややずれています。切れていきます、ファウル。変化球空振り、ワンアウトです。今日2000本安打がかかるバッター福留。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。初球ストライク。ボールになります。ワンボールツーストライクです。さあ4球目は何か。引っ張った、ボテボテ、ファーストが前に出る。一塁そのまま入ってアウト。打順はトップに帰って強打。先ほどの打席は同点のチャンスだったんですが、センターフライに倒れています。2アウトランナーありません。あと1点が届くかどうか、この打席で全てが決まります。まあ1点差は十分に可能性がありますから、ここは最後まで粘らないといけませんよね。はい、さあなんとかしたい。外の低めです。ノーボール2ストライク。インコース変化球決まりません。次が4球目。切れていきます、ファウル。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。セカンドが落下点に入ります。相手ピッチャーの前に手も足も出ず、完封負けを喫しました。ドラゴンズは屈辱の黒星となりました。
小宮山さん、連勝は止まってしまいましたが、ここから連敗しないということが大事だと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、もうとにかく次の試合に何が何でもということですね。そうですよね。勝ったカープ、接戦をものにしました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでバンテリンドーム名古屋から失礼します。お忘れ物などございませんよう、お気をつけてお帰りください。